マンシはどんなチームが相手でもほとんど支配率を上回っている気がします。なぜマンシはあそこまでゲーム支配できるんでしょうか。まず相手フォワードプラス1ですよ。昨日のバルサ戦で3トップに対して3バックを行いましたけど、結局90分かかって点決めれてないじゃないですか。そういうことなんですよ。なので、ここでボールを支配する。3トップに対して4バックを作っている。で、それが守備になった時にも保険となって数的プラス1が一番高いところで取れるわけですね。例えばこれムバッペが降りていったらストーンズがついていくとかですね。中央に必ず1人置くと。で、プラス1なんですよ、ここが。こういうふうにやるから支配ができると。後方で安定してるから支配ができてて。まあこれビルドアップの理論になるんでですね、かなり深い話にはなるんですけど、まあ3トップに関して確実に4枚。で、2トップに対して確実に、まあ、例えば上がって中盤が降りていくとかですね。で、これで3バックを作るとか。で、ここでプラス1でいいんですよ。プラス1でいい。2はいらないです。もう3でうまくやれば必ずボールは回りますんで。相手プラス1でボールの動かし方が正しければ必ずボールはうまく運べる。なので、プラス1、ここに置く必要性がないんで、前に置きましょうという話になりますね。こういうふうにやるから支配ができると。